それでは皆さん、これから1時間署名提出集会ということで始めていきたいと思います。ここからは、全日本ミーレン事務局次長の山本が司会させていただきます。よろしくお願いいたします。それでは最初に、主催者挨拶といたしまして、中央社保協の、代表委員で全国保団連会長の杉江健雄さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。まずは全日本ミーレンの山田先生の代わりに急遽ピンチヒッターで、そしてまた全労連の岩橋さんもらえるのに僭越ながら、保団連会長住江が一言ご挨拶させていただきます。まず常日頃地域や職場で本当に命、健康、暮らしに、そういう問題でさまざまな活動運動にご奮闘いただいていることを改めて熱く御礼申し上げます。さて今本当に、まあ、田村さんも見えてられますけど、今日本の国会はもうはちゃめちゃです。あんな首相を日本の命運に関わるその首相の座に持つという、情けないやら恥ずかしいやら、もうめちゃくちゃな国会運営です。やはりここは国民の命、健康、暮らしを守る国民生活の安全安心のためには、何としてもこの安倍政権を倒す、ここに本年の戦い運動の大きな課題があると思います。その前哨戦、統一地方選、補選、そして参議院選挙、ここできっちり結果を出すわけですけども、その前哨戦として今週24日沖縄の辺野古の問題での県民投票があろうかと思っております。まあ、そういうところでさらなる皆さんのご奮闘よろしくお願いしたいところです。今日本で本当にこの労働分配率、これだけ引き下げられて、そこから来る国民の働く人々の生活困難打開のための所得再分配としての社会保障、これまた同時に削減縮小していくという、賃金下げられて、その社会保障まで改悪削減される、一体全体働く人々はどう生活したらいいんでしょうか。資本主義社会における働く人々の最大の脅威は失業と低賃金です。まあ、こんな政治が何でまかり通ってしまったのかと、これはもう皆さんご承知のように、まやかし、たぶらかし、ごまかしの政治手法のためには偽装、不正、改ざん、捏造、隠蔽、こんなことは当たり前だと言わんばかりの、こんな安倍政権の政治経済運営のせいなんです。まあ、一つ消費税見ても、増税10月から 10% に引き上げるという、増税ということは税収不足なんです。その税収不足はそしたらどう作られたんですか。1989年、消費税導入前まで法人税 42% あったのが今 23.2%、 所得税も最高税率 60% あったのが今 45% です。その結果の税収不足ですから、その税収不足改善するためには第一の選択はやはり大企業の法人税、そして富裕層の所得税、これを改善きっちりいただくことをまず第一選択であるべきな、ところが国民、働く人々の増税にその責任を持ってくる、断じて許すわけにはいきません。そして改憲問題です。わずか74年前ですよ、あの途端の苦しみの
そしてまた多大な犠牲を払ったあの大戦を反省してポツダム宣言を自作した。これは何を意味するかというと、全世界に二度と軍国主義は日本には持ち込まない、誕生させない、そういうことを全世界に向かって宣言したんです。それがわずか74年でそんなことを反故にできる、これは国際世論がまず第一に許さないだろうと思います。ましてや大企業が、多国籍化した企業、大企業が全世界で市場、そういうことを展開するために、そのために軍事的プレゼンスが必要だということで会見するなんてもってのほかです。そして辺野古の問題ですね。もうよたびごたび県民意思表示するにもかかわらず、安倍政権は頑としてそれに耳を傾けないということは何を意味するんでしょうか。沖縄県民の安全安心、その上に米軍の軍事戦略があるんですよ。沖縄や日本の主権、その上に米軍の軍事戦略があるんですよ。こんなバカな論立てはありえないです。まあ他にもいろいろ言いたいことも多々あるんですけども、この辺にしておいて、本当にそこを根源的にやっぱり国民の命、健康、暮らし守るために何が必要か、今この1年本当に、まあもう20年30年来は私いつも本年は正念場だと言わせていただいて、今年こそは本当にもう正念場ですので、皆さんの本当にさらなるご奮闘を期待して、あの全国保健医団体連合会、そしてまた地方社協を代表して一言ご挨拶させていただきます。頑張りましょう。今回 の署名提出に先立ちまして、事務局で、国会の議員で、厚生労働委員の、部屋を回りまして、ぜひ紹介議員になってほしいということでお願いをしたんですけれども、その中で、国民民主党の白石陽一、衆議院議員、それから日本共産党の高橋千鶴子衆議院議員、日本共産党倉林明子参議院議員が紹介議員になってくださいました。本日はこの会場に、日本共産党、倉林明子参議院議員、田村智子参議院議員、畑野君恵衆議院議員がお見えです。また日本共産党の山下芳樹参議院議員、宮本徹衆議院議員、小池晃参議院議員の秘書の皆さんもおいでです。それでは、国会議員からの激励、連帯の挨拶としまして、まず倉林明子参議院議員からぜひよろしくお願いいたします。皆さん こっちこうやって皆さんこんにちは。署名の紹介議員ということで、まず私からご挨拶をさせていただきたいと思います。本当に現場も大変な中でですね、こうして署名で要請行動をしていただいて、逆に私たちを激励していただいていることに、まず感謝申し上げたいというふうに思います。今の国会の状況ですけれども、偽造捏造安倍晋三、またもや偽装か統計偽装ということで、この問題が本当に大きな焦点になってきています。公文書を改ざんした森友学園問題同様に、今度は国民の財産である統計を政府が関与してねじ曲げていたっていうとんでもない疑惑になってきておりまして、現時点でも統計に穴が開くっていうことと同時に、統計が、きちんと修復されないために、少なくなっていた労災保険等の給付が実質できないっていうことも、期間もあるっていうことが分かっておりまして、統計まで政府が関与しだしたら、大本営が統計を握って思うままに戦争に突入していったっていう、本当に戦前と同様の間違いに進みつつあるっていうような状況
だと思うんですね。まさに安倍政権が戦争できる国づくりを狙うっていう、その狙いと、これやっぱり表裏一体のものになっているっていうふうに思っています。今、野党は結束して、この問題でも真相解明のために力合わせようっていうことで、合同ヒアリングを繰り返して行う中で、偽装の本丸仕掛けたのは誰かっていうところに迫りつつあると思っています。焦点になっている実質賃金について上がったのか下がったのか、これ説明できないでいるわけですから、その実質賃金の野党が求める統計情報についても、これ出さないっていうわけにはいかないっていう状況を作ってきてるっていうふうに思います。改めて、野党が結束して安倍政権を追い詰めるっていう国会に引き続き発展してきてるんじゃないか、国会内での野党共闘は大いに進んでるっていうことをお返したいと思います。先ほどご挨拶でもありました、今年は正念場っていうことですけれども、私はまさに今年は正念場になってきているというふうに思っています。それは改憲狙う安倍政権を本当に倒せるチャンス、社会保障の切り捨てをこれだけ進めてきた安倍政権を倒せるチャンスになってきてるっていうふうに思います。4月統一地方選挙があり、そして7月、私も改選を迎えます。参議院選挙が戦われます。野党が結束して今、1人区での候補者の一本化の協議を始めつつあります。これと同時に、これまでの選挙協力だけにとどまらずに、政策でも一致点を確認して選挙戦おうっていう段階になってきています。安倍政権の下での憲法9条改悪ダメだと。いうことにとどまらず、原発ゼロでも消費税増税の中止でも一致点が広がって、選挙戦うっていう状況が作られつつあるわけです。私ね、安倍政権倒したいですよ、とにかく。打倒安倍政権、そしてその後の新しい政治で最も切り替えるべきは何か、社会保障の切り捨ての政治から社会保障充実の政権を作ることだと、こう思いませんか、ね、で、今野党が共闘すれば、その新しい政治への転換が本当に目の前に来てるんだと思います。介護の現場を変えるためにも、社会保障25条をきっちり守る政府を作るためにも、我々今年正念場っていうことで、皆さんと連帯して安倍政権打倒、社会保障充実の新しい政権づくりのために連帯して力を合わせて頑張る決意申し上げまして、激励のご挨拶にしたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。それではおいでいただいた、田村議員、よろしくお願いいたします。一言だけご挨拶させてもらいます。参議院議員の日本共産党、田村智子です。本当に今私も各地の演説会などでもう介護のことのお話をすると、一番会場がですね、なんかグッとくるんですよ。本当に多くの方が悩んでいらっしゃるっていうことを肌で感じています。うちもだから80代の両親が介護が必要になってって話をするんですけれども、去年ね、その認知症の母が入院で胆管結石、胆石の手術をするというですね、もう本当に大変でした。どんどん表情が失われてしまって、残念ながらミーレンさんの病院じゃなかったってこともあるんですけども、もう諦めの言葉しか入院中出てこなくなっちゃって、本当にデイサービスのような機能が病院の中にあればとか、寄り添って1時間でも2時間でもなんかね、こう楽しいなって実感できるような時間があればっていうことを切実に感じました。足りないことだらけで、処遇の改善とともにですね、本当に寄り添った介護ができるような働き方を、いかに介護の職場で働く皆さんに本当に保障できるかっていうことなしにはですね、この介護の今の人材不足の問題も全く解決しないなと痛感をしております。足りないことだらけじゃないかっていう声を大いにもう国民的に上げて、前進へ向けてですね、皆さんと一緒に頑張りたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは
畑野君、衆議院議員、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本共産党衆議院議員の畑野君です。私も介護では皆さんに大変お世話になった一人です。これ全国民的課題ですよね、要求ですよね。それで10月からの消費税 10% 増税するから介護職員への処遇を改善しますと。しかし消費税というのは社会保障財源と言われながら、それにはほとんど回されずに大企業富裕層減税に回されてきたっていうのが30年間の実績じゃありませんか。そしてじゃあ今後介護の待遇を良くしてほしいって言ったら消費税もっと上げるんですかという話にもつながってくるんですね。しかし消費税増税っていうのは、まあ、これは国民が許さない粘り強い戦いがあった。じゃあ処遇は改善されなくていいのかって話なんですね。でこの矛盾の根本解決はどうするかと、皆さんがおっしゃるように国がきちんとですね介護に関わる予算をもっと負担をしていくと、憲法25条通りにやっていくと。そしてそれは税金というのは応の負担ですから、あるところからまず納めてもらうと。今日の学習でもされたようにアベノミクスで大儲けをした人から払ってもらうじゃないかと、中小企業並みに大企業に負担をしてもらうと、国債並みに富裕層の株取引の課税をしてもらうと、まあこういうことでございますので、皆さんとご一緒にですねこの本当に逆立ちしたあべこべの安倍政権を変えるために頑張りたいと思います。で実は昨日19日行動がありまして、また沖縄のですね県民投票が2月24日なんですよ。でデニー知事勝利のために皆さんも頑張ったんですけど、もう一踏ん張りだと思うんです。沖縄の県民投票で必ず勝利をすると、圧倒的な多数で勝利をすると、昨日県民投票の代表の若者が沖縄から駆けつけてくださったんです。あとはね本土の皆さんにかかってるんですよと。それを本当に安倍政権に受け入れさせるかどうかっていうのは全国の戦いだというふうに言われて、私たちも背筋がシャンとしました。24日に勝利する全国の戦いと、そして2つの選挙で勝利をして皆さんの要求実現の本物の新しい政権、野党連合政権への道を切り開きたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。なお紹介議員になっていただきましたが、本日ご都合でおいでいただけないということで、国民民主党の白石議員からメッセージいただいております。ご紹介します。生活のベースである医療介護を底上げしていく皆様のご尽力に敬意を表します。私も頑張ります。国民民主党白石陽一衆議院議員、以上です。ご挨拶にいただきました国会議員の皆さんにもう一度拍手をお願いいたします。ではここで署名の提出をいたしますので、署名を渡す担当の方ぜひ前においでください。こっち見て。ありがとう。どこを見ていいよ。
ような気がするが。介護保険制度のこの改善、私も介護でやっておりますので、特に本当にデイサービス苦しい立場になっています。なので介護従事者のね、本当処遇改善を求めて頑張っていきたいと思います。皆さんで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。改めてお忙しい時間の中おいでくださいました3人の議員の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。では続きまして参加者から、各地での活動の報告や決意表明お願いします。各団体、お一人ぐらいずつということで事前にお声かけしているかと思います。活発に、ご発言をお願いしたいと思います。最初はどなたでしょう。三井連の神奈川三井連からのご発言でよろしいでしょうか。ご発言くださる方どちらにいらっしゃいますか。お願いします。はい、こんにちは。お疲れ様です。神奈川三井連事務局次長の片倉と申します。今日はこの集会と同時並行的に国会議員の、秘書と懇談をしていました。回ったのは地元の議員、立憲民主党の、早稲田由紀議員、それから安倍智子議員、牧山博恵議員のそれぞれの秘書と懇談をしました。で、懇談の内容は介護保険3割負担影響事例調査結果の概要ということで、2月12日の日に神奈川民連として記者会見をした中身です。昨日も地元の神奈川新聞が大きく報道してくれた。それから、シルバー新報の方にも2月15日号に載ったのでご覧になった方いらっしゃると思いますけど、まあ、深刻な事例が実は出たということで懇談をさせていただきました。まあ、かいつまんで言うと3割負担の人はお金があってそんな影響はないよと、実は民連の県連内のケアマネの方からも調査やる前に散々言われたんですけど、やってみたら意外や意外 2% ぐらいが3割の事例で109例3割が出ました。5800人ぐらいを対象にサービス利用してる人をやったんですけど、その中で109例が、まあ、3割負担だったと。そして、サービスの中止とか変更をしたという方も結構いらっしゃって、なおかつそのサービス中止とか減らしたとかっていうことだけじゃなくて、それはしてないけど現状維持だけどもこれからサービスの見直しを考えたいとか、あるいはサービスの変更はしたいけど生活の支出を抑え、食費を抑えたとか、さまざまそういう影響を考えると何らかの影響を受けたっていうのが3割以上あったんですね。非常にこれは驚きました。ですから、まあ、大体3割負担の人っていうと年収が、まあ、所得でいうと単身で340万以上というふうに言われていますけど、多分340万もらうの大変だと思います。私が65歳になって年金もらおうとっても340万もらえませんから。ですから
この層というと教員とかですね、公務員です。この方たちのところでかなり深刻な影響が出ている。ボーダーライン層と言われるところだと思いますけども、ですから訪問リハビリを先生から言われたけど、いや先生私はもっと悪くなってから訪問リハビリお願いしますって断ったとかね、そういうことが出始めているということと、あともう本当に生活が大変ということが出てきているので、そういうところでも出てきたということはちゃんと見なきゃいけないということと、国は2015年に1割から2割にしましたけど、その時は検証調査をやってるんですね。どれだけ影響が出たかっていうのを実態として調査やってるんです。だけど今回の3割負担に関して言うとまだやっていないんです。だから全国的な調査をやるべきだというふうに私は言いたい。それからもう1点だけ、財務省が原則2割負担ということを言い出してます。ですから今回の昨年8月に導入されたこの3割負担というのは2割負担を実現するための布石というふうに見た方がいいかなと思います。3割負担があるんだから2割負担、これが1割2割しかなかったら2割負担という説得力がないかもしれません。そんなことで調査結果が出ていますので、私たちはもっともっと給付抑制につながるような負担増をやめるべきだという声を上げていきたい。で今度の10月の消費税増税もそうですし、保険料の引き上げとか75歳以上の医療費の2倍化、こういった問題についてもしっかりと反対の声を上げていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。続いていかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、岩手から来ました、岩手自治労連の、介護職労の方で、県の方の議長をしています藤野と言います。よろしくお願いします。現場の実態報告ということで急遽話すように言われてきたのでまとまりないと思いますけれども、私も一応4つほど皆さんにご報告したいものがあります。明らかにまず一番は人材不足ですよね。みんな駆けずり回って仕事をしています。本当に足らないんです。入ったと思っても3日ぐらいで辞めるのがなんか普通みたいになってくる。今資格ない人でも入ってきてはもらうんですけど、この間なんか掃除をちょっと手伝ってもらうので1日いただけで若い男性の方が辞めていってしまいました。やはりどうしても利用者さんの中ではね、叫んだりする方もいますし、やっぱそういうのもびっくりしたんでしょうね。でも働きたいと思ってきたんでしょうけれども本当に残念です。で、私の中には介護の理念というところと、あと高齢者の性というこの2つの講師をさせられてますが、その中で理念というところにはなんかさっき先生のお話、林先生の話を聞いた後に非常になんか 今度からの講師つらいですけども、その人の介護とはその人の人生を把握し、その人の価値観を理解し、そして尊厳を必ず保持するものであると教科書に書いてあるんですね。尊厳が今すごくねじれてることに対してすごく疑問を持っています。そして2番目ですけど、先ほど林先生が言ったようにインセンティブ導入ですかね、私の保険者、私がいる保険者ではないですけれども、ケアマネ協議会の県の、事務局もやってるのでいろいろ情報入ります。非常に新聞にも載るぐらい介護予防が素晴らしいというとある町保健者のケアマネさんから相談を受けました。なんでこんなにプランを立てるんだ、本当にその人にはそのぐらい必要なんです。なのにうち方は今すごく予防で褒められてる町なんだからあと4割プランを減らせとケアマネさんに命令してくるそうです。そういうとこも出てきてるんだなと思いました。生活援助だけじゃないです、介護の部分もです。やっぱりそういうのはじわじわと現れてきてんだなと思いました。あと先ほど先生言った補足給付、これもですね、有料老人ホームに入ってた方で1割の方でした。でずっと入ってて、まあ、介護5になったので、まあ、そんなに暴れることもないということでとある、特養さんに呼ばれて、できたばっかりですから人が欲しいんですよね、入りました。
そしたらですね、後からそこの家族から電話来て、いや藤野さん、私安く今度入れるから、そのお舅おじいさんにね、特養にしましょうと言ったんですよ。ところがどんどん蓋開けてったら、その旦那さんの方が、風邪があったということで、結局有料と1万か2万しか違わなかった。安くなるよっておじいちゃん説得して入ったんだけど、そういうことってあるんだねって言われて、私が勉強不足だったのかなと思いましたけど、まあただおむつを常に持ってったり着替え持ってったりしなくていい部分全部計算してったら、まあ3000か4000円安かったということで、一応納得はしてもらいましたけど、ここのこのおじいちゃんが何て言ったでしょうか。住所もそこの特養に移したのに、で離れたくない妻を離したのに、いやここで離婚しなきゃ安くならないのか、介護保険ってそんな制度か、長年ここまで一緒に連れ添ってきたのに、まあ一度こういうことがありますというのを勉強では教わったんですけど、もろに食らった話でした。でそういう中で、あと3番目です。こんなにいろんな制度が変わってきてるのに、今度要介護にまでは地域支援事業だって言ってますけど、本当にその認定調査って20年経ったのに全然変わりないですよね。しかも30分1時間で見ていただいて、調子いい時に来た時に1になったり、本当の姿は本当は3とか4なのに、その一時のことで特養出なきゃなかったり、出た途端に入らなきゃなかったり、本当に家族とあと施設側も振り回されてます。それに合わせてやっぱり言えるのが、あと医療との連携です。医療の方にわざわざカンファレンスをして、病院に行って家族と行って全部聞いて、夜も動きません、大丈夫です、おとなしいです、安定しました、お願いしますって言って連れて帰った途端に、動くわ動くわ蓋開いてみたら抑制してるんです。そりゃそうです、夜にベッドにお腹縛っておけばそりゃ起きれないですよ。なかなかその医療を悪く言うわけではないです。ただ介護の場合は何十枚といろんな書類を出さなきゃないんです、抑制に関して。なのでここでもやっぱりいっぱい振り回される。あとは逆に本当に安定したからって言われたのに、もう 2,3 日で高熱でまた病院に帰る。病院もちょっと安定するとすぐまず出さなきゃない。これも絶対国の制度が悪いと私は思ってます。なので医療も介護も振り回されてます。そして最後にです、この制度を決めた人も必ずそういう介護保険を利用する時が来ると思います。その人の本当の介護度を考えてほしいことと、あと今20年経ちました利用者の人生の変化です。私が最初の介護保険の頃はごめんね、お金もらうようになったんだよ、措置制度の頃はなかったんですけどね、でも戦前戦後あんなに苦労してきて働い、戦争で貧しいところを乗り越えてきた方たちは、何少し出してもこうやってこういう人たち来てくれるようになるんだもんなって、ありがたいって言われたのが多かったです。そして今それを面倒見てきた段階の人たちまではまだいかないかな、でもやっぱりその利用者の人たちの人生の変化も変わってきてるので、やはりそういうところも見てほしい制度だと思ってます。数字ばかり追っている制度でなくて、安心して生活できるようにしてほしいです。組合を通して学習して、訴えて活動していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。その少し後ろで先ほど、はい、お願いします。福祉育労初期次長の田宮です。3分だけ発言させていただきます。全労連の介護労働実態調査でも、資料29ページの下にありますように、国の処遇改善策が不十分で現場の実感になり得てないということが明らかになっています。国への要望の記述欄でも、現在の処遇改善加算について介護職以外の職種からの不満の声も目立って上がっています。その中で政府は、
ごく一部の職員に対して月8万円アップか年収440万円以上に引き上げることを要件にする加算を行うと言っていますと触れましたのも、すでに2年前に保育の現場では経験7年目以上を目安とする中堅職員を対象にした処遇改善加算制度が導入をされました。配置基準上の職員の3人に1人分しか財源が降りてこない中で、月4万円引き上げる対象を指定する、これが加算要件となっている中で、4万円引き上がった保育士がいる一方で、同じような経験年数でもその対象にならなか、なれなかった保育士は月5000円程度のアップにとどまって、年収で40万円以上の格差が生まれ、さらに給食室の栄養士や調理の職員は対象外となるなど分断も引き起こされていて、今回の処遇改善加算の動きを大変危惧をしているところであります。全員にならせば1人月9000円程度にしかならないことも、今度の加算について厚労省の担当者も認めている中で、全産業平均との格差の解消に向けては極めて不十分だというふうに思います。私たち福祉保育労は3月7日に厚労省交渉を予定して、職員の大幅な増員、賃金の引き上げの要求に対して従来の回答にとどまるのであれば、国民春闘の統一行動日の14日にストを含む全国一斉行動を行う予定をしております。全労連の調査である介護職の組合員は、介護の仕事をやっていてよかったと思うことの記入欄に、初めはやっていてよかったと思っていたが最近は疲れてばかりでいいケアができていない、ヒヤリハットの回数が多くなっていると、ギリギリの状態に追い込まれている声を寄せています。より良い介護を支えられる体制、利用者と職員の権利と健康で文化的な生活を送ることのできる制度政策を実現させていくために力を合わせていきましょう。以上です。ありがとうございました。続いて医療連さんから手が上がってましたので、はい、お願いします。北海道医療連から来ました宮崎と申します。私も先ほどちょっと発言をと言われたのでちょっとお聞き苦しい点があると思いますが、よろしくお願いします。私はグループホームに勤務させていただきまして、そのグループホームの実態を報告させていただきたいと思います。グループホームは認知症になってお家で暮らせるなくなった人たちがそれでも家と同じように暮らせるような施設というところだったんですけれども、私のホームではもう特養が空いてないので、もうついの住処になるように看取りまでするグループホームだというところになっております。そのため要介護5の方も半分くらいいらっしゃってて、食事介助や排泄介助がすべて職員2人で行うという負担が多くなっております。そんな中で夜勤はまだ2交代制ということで、午後5時から翌日の9時まで、休憩は1時間というふうに言われているんですが、いつ起きてくるかわからない利用者のために取れてないということが多いです。そのため明け方にはもうずっとヘロヘロになってしまって、9人だけの利用者さんなのに十分な介護が行えてないという状態です。その夜勤が月に5回ほどあって疲れがじょれない状態が多く、私の前にいた先輩方もお金が低くてやっていけないということで半分以上の方がもう辞められています。なのでぜひとも報酬を引き上げてずっと働き続けられる職場にしていきたいなと思っております。すみません、以上です。ありがとうございました。続いて発言どなたかいかがでしょうか。ぜひ署名を集めるときに聞いた職場の方の声とか利用者さんの声とかありましたらご発言お願いします。はい、では後ろの方お願いします。こんにちは、生協労連の、非常勤のヘルパーをしています亀井孝子と言います。今回のこの介護労働実態調査、訪問介護労働者のところを見て、年齢平均が 55.4 歳というのをもう完全に超えてしまって仕事をしていますね。
それをすごく実感しました。うちの事務所で行けばこんなのみんな超えてるよなっていう感じの者たちが一生懸命、非常勤登録ヘルパーとして働いています。人手不足っていうふうに言われるんですけれども、以前ほど何とかして仕事に行けない、何とかして仕事行けないって言われなくなったなっていう実感があったんです。でそれは、座席の方でもうすでに、火曜日の13時から14時でないと仕事は行けれませんという形で、仕事自体を取らなくなってきている。人手があまりにも不足しているの で私たちの方まで、新しい仕事が来たよっていうのがなかなか回ってこない。行けれる人をまず中心に置いて仕事を取るっていうことは、利用者が受けたい時間帯に、受けたいサービスが受けれてない状態になっているんじゃないかなっていうふうに思っています。でもう一つは仕事がなんだか長続きしないよね、終わっちゃうことが多くなったよねって話がこの間出たんです。でそれは、特養の入所制限が要介護3になったために、回転が良くなったから在宅で長く見るっていうことがなくなったんじゃないのかなっていう話が出ました。で私自身もこの間新規で受けたのにあっという間に入所されましたっていうことで、仕事が1年2年行くなんてことが本当になくなってきて、次から次へと新規で、これでなんとなく安定して仕事できるかなと思ったらあっという間になくなるっていうような状態になっています。登録この賃上げ要望のところ希望についてのところの登録型月6万4500円っていうのはそう働けたらこんな感じだよな、でも入所されたらこれを切るなっていう4万ぐらいになっちゃう時もあって、不安定っていうのはいつまでたってもこの登録型ヘルパーについて回ることだと思っています。もうちょっと働きやすくてなおかつ賃金が上がる状況になるように、頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。続けていかがでしょうか。どんな小さなことでも日頃から、思っていらっしゃることとか、現場の声、現場の仲間の声とかありましたら、ぜひご発言お願いします。よろしいですか。せっかく代表してきたのに何も言わなかったのって帰って怒られませんか。大丈夫ですか。はい、そうしましたら、皆さんがたくさん集めてくださった署名前に積み上がっていますけれども、今日までの時点で集約できた数と、今日提出する数を前にも書いてありますけど数字読み上げます。必要な方メモしてください。集約されている数字です。介護署名が16万7758筆、25条署名が24万5372筆です。そのうち今日、提出するのが介護署名は15万9000飛んで40筆、25条署名が8万2660筆、以上を今日提出しました。皆さんご協力ありがとうございました。引き続き頑張っていきたいと思います。それでは、行動提起を全労連の、岩橋副議長からお願いいたします。どうも2度目の登場で申し訳ございません。今日お配りした冊子の33ページに行動提起の案ということで、中央社保協、全日本民医連、そして全労連の3社で共同した確認の中身になっています。まず今日この集会終わっていただきまして、昼食休憩を挟んでいただきまして、国会議員の要請行動ということになります。全体として民医連のグループと中央社保協、全労連グループの2手に分かれてですね、この後一筋取っていただくと、ミーレンのグループが一番多いと思いますので、前の方で、ミーレンの方、そして後ろの方で全労連中央社協で一筋したいというふうに思っています。まあ、基本的には衆議院議員が465人、参議院議員が242人、定員ですがいらっしゃいますので、これね、分担して、
介護署名と25条署名の賛同と、まあ、商会議員にできればなっていただけるようですね、要請をお願いをしたいというふうに思っています。それぞれのところで割り振りをされると思いますので、それに従ってですね、出身のところが多いかなと思いますが、介護署名25条署名の、請願ですね、紹介等々を、訴えていただきたいというふうに思っています。あと引き続きですね、現代の署名、この通常国会に向けた署名というふうに位置づけてますので、5月にもう一回署名提出行動国会院内集会を開きたいなというふうに考えています。まだちょっと最終確定してないんですけど、5月22日ぐらいかなというふうに思っています。少しまだこれから相談をしてあれしますけれども、引き続き介護署名25条署名をですね、あって職場地域で集めていただきたいというふうに思っています。6月26日が会期末で1週間ぐらい前ですので、5月22日そして、6月に最終の提出行動をしたいというふうに思っています。あとこの5月ですね、この間、全日本民医連中央社協全労連で5月と11月を介護を良くするアクション月間というふうに位置づけて取り組んでまいりました。今年の5月も、職場や地域で学習会を開催をする、署名宣伝行動を実施をする、都道府県や市町村でのに対する要請請願行動、業界団体や職能団体との懇談、その他多彩な創意工夫ある取り組みをですね、検討していただいて具体化をお願いをしたいと思っています。やはり介護職員の人材不足が大きな問題になって、まあ、いろいろさまざまな問題点はありますけれども、10年を超える介護福祉に8万円の賃上げということで手当てするということで動かしてきたことも事実です。引き続き改善もさしながらですね、取り組みを進めていきたいというふうに思っています。以上が、この介護に関わっての訴えですけれども、主催者の挨拶やさまざまなことで、口頭で言わせていただいていいかなということをちょっと追加したいと思いますが、やっぱり政治を変えんとあかんなというのをお互いですね、やはり社会保障制度というのは財政とも密接に関係してますし、政治の在り方ともですね、根本的に関わっている問題であります。社会保障制度を充実改善しようと思えば政治を変えていくということが本当に大事だと思っています。この間安倍内閣の6年間の下で消費税が 8% さらに 10% に引き上げられる下で、一方で社会保障制度の変質解体がですね、税と社会保障の一体改革という形で進められてきました。それを大きく変えていくにはですね、政治を変えることが大事だというふうに思っています。当面する次のもう日曜日になりましたが、辺野古の基地の米軍基地の是非を問う沖縄県民投票をぜひとも成功させたい、それに協力をさせたいと思っていますし、4月に統一地方選挙、7月に参議院選挙があります。現代の政治に対する厳しい審判を下すようですね、お互い頑張っていきたいと。社会保障制度の変質解体からですね、再生、充実につながるようなですね、大きな政策転換を勝ち取るようですね、当面する署名や介護を良くする取り組みとともにですね、政治を変える戦い、職場地域から取り組んでいただくことを訴えさせていただきまして、行動提起にさせていただきます。本日そしてこれからよろしくお願いします。ありがとうございます。最後にちょっと追加でご紹介です。この会場に参議院議員の川田隆平議員の秘書の方もお見えです。ありがとうございます。共に頑張りましょう。それでは閉会挨拶と団結頑張ろう、社保協の是枝事務局次長からよろしくお願いします。皆さん最後までのご参加本当にありがとうございました。また、遠くからも今日駆けつけていただいた皆さん本当にご苦労様でした。また、国会議員の皆さんや秘書の皆さん方も本当にありがとうございました。今日の参加者は約120名ということで発表させていただきたいなというふうに思います。で、今日集まったこの署名というのは本当に皆さん方が毎日日頃から頑張られて地域の皆さん方と対話をされたりする、そうした大きな力の運動の結集の賜物だろうというふうに思います。ぜひ今日昼からですね、国会議員の皆さん方にこれを伝えて実現をさせていきたいなというふうに思います。
消費税の問題等を含めて、やはり税収不足ということがですね、ご報告の中でもあったかなというふうに思います。大企業の優遇税制を正すということで、約6兆円の財源が出てくるというふうにも言われています。また、企業の法人税に累進課税というか、段階を設けてね、収入に設けて、応じて、段階を設けるだけで、約19兆円もの財源が出てくるというのが、不公平税制を正す会というところの発表でも、そんなふうな試算がされています。消費税を上げなくとも、社会保障を充実していく、拡充していく財源というのは生まれてくるということではないかなというふうに思います。それから、国会議員の皆さん方からも、野党の今、政策的な一致点を作って、共闘を進めていってるんだというふうなご報告が、ありました。しかし、野党の皆さん方の中でも、まだまだ社会保障をめぐって、またはその財源をめぐって、いろんな意見のまだ隔たりというのは実際のところあるかなというふうに思います。本当に社会保障を充実させていく政治を野党の皆さん方の結束でさらに実現をしていくためには、今日ご報告があったような皆さん方が地域や職場で一人一人の利用者やそして市民の皆さん方のその実情、それを掴んで、そしてそれを発信をして、この一つ一つの利用者や市民の皆さん方の生活や介護や暮らし、こうしたものをどんなふうに変えていくのかと、この実態のところがですね、野党をさらに結束をさせていく力になり、政治を変えていく大きな力にもなるかなというふうに思います。私たちの運動と、そして国会でのさまざまな取り組み、こうしたことを通じて必ず政治を変えて、医療や介護、福祉、年金、保育、その他私たちの暮らしや福祉を充実させていくために、今後とも一緒に頑張っていきたいなというふうに思います。それでは最後に団結頑張ろうをやりたいと思いますので、ご起立お願いしたいなというふうに思います。団結頑張ろう、初めてやる方もおられるかなと思いますので、私が団結用意と言いましたら、左手をこう腰にですね、当てていただいて、こう、拳を握ってもらう。こういうことです。それでは皆さん、団結用意！社会保障は国の責任で充実をさせ、必要な人と、必要な人に必要な介護を受けれるように、制度を改善していくために、団結頑張ろう！頑張ろう！頑張ろう！ありがとうございました。